金融庁は顧客資産の扱いやマネーロンダリング対策など内部管理体制に問題があるとして、ビットフライヤーなど仮想通貨交換業者6社に業務改善命令を出しました。業務改善命令が出されたのは、仮想通貨の交換業者として業界最大手のビットフライヤーのほか、コイン、ビットバンク、BTC ボックス、ビットポイントジャパン、テックビューロの6社です。それぞれについて、マネロン対策のための本人確認が不十分だったり、顧客資産の分別管理ができていないことなどが処分の理由です。中には、反社会的勢力と疑わしい人物の取引が見つかった例もありました。また、最大手のビットフライヤーでは、社外取締役などが代表者である加納氏の知人で占められているため、十分な牽制機能が働いていないとして、金融庁では経営陣の抜本的な見直しを求めています。同社は今回の処分を受けて、当面の間、新規の顧客の受け入れを自主的に取りやめる方針です。